今回は呪術廻戦最新155話についてネタバレ含みますので、コミックスの方はご注意くださいませ。はかり賢治の協力を仰ぐために賭け試合に参加する虎杖が早速はかりと接触します。一方パンダと伏黒は虎杖の交渉時間を稼ぐためにアジトに潜入して見張りを制圧しますが、キララははかりと常に一緒に行動を共にしているというパンダの勘が外れて屋上でキララと接触してしまいます。説得の時間もなく戦闘に入る3人。キララの術式は明かされていませんが、五条の術式のようにお互い近づけない効果があります。そのため伏黒とパンダはキララに近づけませんが、一方でキララも逃走できないという膠着状態になり、154話は終了しました。今回はハカリと接触する虎杖のシーンから始まりました。ハカリと熱虎杖、1日1時間あることをするだけで月収100万円にって言われて信じるか。ソファーに腰掛けたハカリ賢治がうさんくさい質問をしています。それはあること次第だろう。ハカリの質問の意図を汲み取れない虎杖雄二は困惑した表情を浮かべたまま答えました。だがそのあることを知るには20万の情報商材を買わなきゃならん。その言葉にさらに表情が曇る虎杖。それは信じらんないんだ。そしてここから、ハカリ賢治という男の哲学がわかるセリフが続きます。そう、お前が感じた通り、これは典型的な詐欺だ。騙す側は金持ちを装って、金持ちのない方を売り、金を手に入れる。普通に考えればわかることだが、騙されるアホは山ほどいる。なぜか。それはすべて熱の精査。騙す側も騙される側も持っている。ここで人生を変えてやろうっていう熱。熱に侵されて人は判断を誤る。だが熱がなければ人は恋一つできない。俺は熱を愛している。問題児の野望。話はハカリの哲学から野望へと展開していきます。よりダイレクトな熱のやり取り、何かわかるか。その問いにギャンブルと恐る恐る答える虎杖。やっぱりお前は分かってる。生きることはギャンブルだ。賭け事を嫌悪して俺を振った女は山ほどいるが、奴らは根本を間違えている。この社会は大きく晴れない奴と引き際を知らない奴から振り落とされていく。ギャンブルをしていない人間なんていないのさ。奴らが憎んでいるのは賭け事ではなくて敗北と破滅だ。はかりの言葉に虎杖は、できるだけ穏やかに暮らしたい人もいるんじゃ。と返しますが、はかりはそんなことを意に返しません。なやつ知らないね。俺は熱を愛している。熱はギャンブルで、ギャンブルは人生だ。そして愛とは支配だ。俺はゆくゆくファイトクラブでこの国の熱を支配したい。呪霊の存在が公表され、総幹部もろくに機能していない今が事業拡大のチャンスだ。あらゆる障害を潰し、来たる呪術規定の改定に乗じて、ファイトクラブの存在を公に認めさせる。とにもかくにも優秀な駒がいる。虎杖、俺の熱に浮かされてみないか。文字通り命を懸ける呪術師たち。しかしなぜ呪術師をやっているのかは人それぞれ違います。ハカリ賢治はその中でも明らかに異質な野望を持っていることが今回の話から分かりました。ただ一方でギャンブルと人生の共通点を解くハカリの言葉は洞察力に溢れています。個人的には怪人に出てきそうな名言だと感じました。話は戻り、ハカリの言葉を聞き終わった虎杖は、伏黒の言葉を思い返しています。交戦の話をするのは最後だ。ここだという覚悟を決めた虎杖は、胴元相談が、と呟きますが、その瞬間、ハカリの携帯に着信が入ります。虎杖雄二対、ハカリ賢治。鳴り始めた携帯に視線を落としたハカリ。そこには、不在着信の文字が表示されていますが、ハカリは折り返さず、虎杖と話を続けます。何か飲むか。じゃあ適当に酒以外で。なんだ弱いのか。強い弱い以前に未成年。気にするタイプにゃ見えねえな。知ってるか、五条悟も下戸なんだ。そういったハカリがグラスに飲み物を入れます。五条って誰っていうか持って俺は別に。そう言って虎杖が飲み物に口をつけたその時、ハカリの雰囲気が変わります。あのな、五条悟を知らない術師がいるかよ。なんで知らないふりした。そういったハカリがグラスに入った飲み物を一気に飲み干し、テーブルにグラスを打ち付けるように置きます。お前、光線の回しもんか。慌てる虎杖、聞いて、俺は、と弁明をしようと立ち上がりますが、虎杖に向かってグラスが投げつけられます。ハカリが両手を前に出すと、虎杖の両サイドから襖が出現しました。虎杖はグラスを弾き、閉じる襖をジャンプでかわし、弁明をしようと口を開きますが、ハカリは聞く耳を持たず、ハカリの飛び膝蹴りを虎杖は食らい、後ろに飛ばされます。
さらに上下に現れた襖がピタグリの首を挟むように閉じて動きを封じます。その顔面を係の右の拳が襲います。そして次々とイテドリの顔面に打撃を加える係。キララからのゲルバンでの着信はな、異常事態の合図なんだよ。アウトローな二人だからこそ異常事態を伝える合図を持っており、着信がそれだったようです。俺たちはあくまでハカリさんに協力をお願いしに来ている立場だ。イタドリの脳裏、伏黒の言葉が蘇ります。イタドリはハカリの襟を両手で掴み頭突きをしました。聞けよ。そういったイタドリの言葉にハカリは冷たく返します。交渉決裂どころか、交渉する前に戦闘が始まってしまいました。場面変わり、屋上、星キララ vs 伏黒&パンダが描かれます。ハカリの術式、屋上でキララと対峙していた伏黒とパンダはキララの術式により膠着状態に陥っていました。それをむしろ好都合と捉えた伏黒が自分たちの立場を叫びます。自分たちが交戦側ではないこと、東京の現状と未曾有の呪術テロの件、こんな事態だからこそハカリさんの協力が必要だということ。しかしキララは聞く耳を持ちません。そっちが先に私たちをかぶったんじゃ、自業自得でしょ、だから交戦側じゃないってとつぶやきながら、伏黒が困惑した表情を浮かべ、上と何があったんですかと問います。その言葉に横で話を聞いていたパンダが反応します。古州派と揉めたんだ。今年発売された呪術廻戦公式ファンブックでは、百鬼夜行の際ハカリが星輪と揉めて暴力を振るったと記されていますが、今回パンダはハカリと星輪の対立について新情報を語ります。パンダ曰く、保守派の保守っていうのは何も規定に対してのスタンスの話だけではなく、呪術とはこうあるべきみたいな思想があるようです。例えば釘先の術式なんかがわかりやすく、星は好みの呪術らしい呪術、昔流行った呪いのビデオのように、時代が進めば呪術だってニューテクと絡むことがある、それが術式にまで及ぶと星派はうるさいと語ります。それを黙って聞いていたキララも、金ちゃんの術式はその典型だからねとパンダの意見に同意します。釘先の場合、藁人形と釘を使った古来から存在する典型的な呪術を連想しますが、ハカリの術式は新しいテクノロジーと関連した術式のようですね。しかしそれはあくまで保守派にとって好みじゃないだけであり、ハカリの実力は本物、革新派の五条はハカリを認めています。上のバカども、そんなんだから負けんのよ。でもさ、あんたらは五条悟にいくらでもケツ拭いてもらえるじゃん。私らに頼る意味がわかんない。ってことは頼ってきたのは嘘で、他に目的があるって考えるのが普通じゃない？五条先生は封印されました。だから負けたんです。伏黒の言葉に星キララが口を尖らせます。自分の言葉を全く信用していないキララに呆れる伏黒。とはいえ、五条が敗れたことを信じられない気持ちはわかる。同じくキララの様子にため息をつくパンダ。でもこの人はハカリさんに一番近い人だ。伏黒が韻を結び、ガッと送り出します。この人を説得できればハカリさんとの交渉が楽に進む。状況を打開するために最弱の式闇を繰り出す伏黒。一体どうやって膠着状態を打破するのか、キララの術式は何なのか、星輪から嫌われるハカリの術式は、そしてハカリはイタドリたちに協力してくれるのか、続きが待ち遠しいです。